はい、みなさんこんにちは、黒船ファームチャンネルのリートと申します。よろしくお願いします。何でも前のもやしナムルですごく元気が出ました。まだちょっと空元気めですけどね頑張っていきたいと思います。今日はね、また第2弾ということでナムル作っていくんですけども、こちら、今日はほうれん草使っていきます。ね、皆さんポパイってご存知ですか？あの昔のアニメでね、僕もあんまりあ見たことないんですけども、とりあえずあのほうれん草食ったらムキムキに、編集でちょっとでかくしてください手動手動よし、ね、ほうれん草ナムルでしっかりまた元気つけて、今度こそから元気じゃないニットをね、皆さんにお見せしますので、今日はこのじゃあ食べる生姜にね、手伝ってもらってほうれん草ナムル作っていきます。じゃあ早速作っていきましょう。はい、それでは材料紹介いきます。と言っても簡単なんですけどもね、今日はね、ほうれん草2パック使いまして、他にはおろしにんにく、そして我らが食べる生姜、こちらを使ってほうれん草ナムルを作っていきます。はい、それではほうれん草ね、茹でていきましょう。はい、それではいい感じにね、うん、鮮やかだね。なので、お願いします。はい、それではほうれん草茹で上がりましたので、水漬けを切っていきます。こちらをね、巻きすに、巻きすでね、そしてほうれん草交互にするとね、はい、均等に水が絞れるので、ね、かな。はい、うん、くるくるで、ね、手でやるよりは本当楽しいですね、うん、はい、こんな感じで絞ります。はい、それでは水気ね、絞りましたので切っていきます。まず根っこをね、落とします。もう全然使ってもいいんですけどね、今回はちょっと開けておきますね。で、大きさはこれぐらいで切っていきます。はい、それでは切り終わりましたので混ぜていきましょう。はい、じゃあこちらをね、いい色ですね、本当に、うんうんうん、で、まずはじゃあニンニク、はい、そして我らが食べる生姜でございます。こちらね、このように本当に食感も楽しい、味も美味しい、最高の玉ねぎ入ってる感じ、うん。はい、じゃあ軽く混ぜていきます。美味しそう。はい、じゃあいい感じに混ざってきましたね。よいしょ。はい、じゃあ混ぜました。じゃあ盛り付けて試食に行きましょう。美味しそうに出来上がりました。おお、いいですね。美味しそう。うん、では試食をお願いします。はい、じゃあ合唱お願いします。天地一切の恵みと、天地一切の恵みと、これを使えた人々の、これを使えた人々の、心に感謝いたします。心に感謝いたします。いただきます。いただきます。いただきます。美味しそう。いただきます。どうですか？美味しいです。あ、いいですね。やっぱり食べる生姜は味はもちろんいいんですけど、食感が楽しいです。本当に生姜と玉ねぎと入っておりまして、もう食べてるだけで本当にね、楽しい食事になっていくかと思うんで、これ本当におすすめですね。生姜ディップとはまた違ったね、あの生姜の良さが味わえると思います。で、こちらの食べる生姜もあの黒船ファームのホームページで販売しておりますので、ぜひご購入よろしくお願いします。はい、じゃあこの辺で。はい、はい、それではこれで今日の動画は終わります。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。せーの、バイバーイ。